メットライフドームからお伝えしてまいります。埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークスの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。これから9回ホークスの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。背番号14、増田が3番手としてコールされています。最後の締めを任されました。里崎さん、非常にいい流れのまま9回を迎えることができたと思うんですが、どうでしょうか？まあ、ここまでは理想的な展開でゲームが進んでますね。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。外崎抑えてワンアウト。打順は3番柳田。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ワンアウトランナーありません。低めのボール入りました。ワンボールツーストライクです。引っ張った、ライトへ打球伸びる。ここはフライになっています。ライト掴んでツーアウト。バッターは DH デスパイネ。先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、打ちました。センターに抜けました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには5番グラシアル。初球打ち、これはどうか。ピッチャー取った。一塁送球します。これで3アウト。試合終了になりました。試合を制したのは西武ライオンズです。里崎さん、なんとかリードを守りきりましたね。そうですね、まあこういう調子が今一つの中でも勝利できたのは非常に大きいことだと思いますね。そうですね、本人にとってもチームにとっても非常に大きな勝利です。勝った西武ライオンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。本日は最後までご観戦くださいました。